走行中のバスの窓にボールを蹴り込めるか。来ました。1枚ですね。こんなもんだ。すごいよ。下から擦り上げるように蹴ったボールはまさにイメージ通り車の上を越えて落ちたものの、狙った窓の1枚横。タイミングだけだ。あとはでもタッカービには近づいてるんだよね、ボールは。ビビちゃった。やっぱだんだんスピード上がってますね、球の。上がってますね。あとは回転数っていうかカーブのかかり具合、ね、かかり具合を調整、ね、と、はい、しかし一層強くなる雨足、濡れたボールはカーブがかかりにくくなる。ボール一回拭きますか、うん、できるだけボールを乾かしスパイクとの摩擦を高める。コンディションは最悪。しかしサッカーに雨天中止はない。世界で戦ってきた男にとって状況に合わせて自分のプレーをコントロールするのはいつもと同じこと。よっしゃ。これも集中度が相当上がってきてるんですね。はい、行きます。では4本目。中村の合図でバスが発車。そしてよし、もう来た、来ます。入った、入った、入った、やった、やった。あー、よかった。すごい、すごい、すごい、集中力。みんなが応援してくれた。すごい、すごい、すごい、3本目より強く踏み込み、深くこすり上げたボールは美しい軌道を描きながらまるで吸い込まれるように窓の向こうへ。住宅街の中、まさにスーパーキックでバスにゴール。歓喜の浜田少年、もっと喜んでいたのは。いや、ちょっと試合より嬉しいっすね。恥ずかしい、奥の方でガッツポーズしたんだよ。ではその歓喜のシーンをもう一度。天才レフティー中村俊輔のミラクルキックで寄せ書きのボールは浜田少年に届けられた。一生もののメッセージとともに。ちょっとじっとちゃった。